今日の朝ごはん、サバとソーセージ、ライスとスープと海苔とサプリとデザートです。で、ピーちゃん、ピーちゃん、それでは命に感謝していただきます。さて、これ食って出発。ただ問題はですね、今外の気温が 39.1 度。やばいね。39.1 度ってやばいよ。ちょい下がったね。で、しじみに今日は柚子胡椒ではなくしじみを入れてみた。初かもしれない、しじみに。うまいけど柚子胡椒がいいね。なぜならば生姜を入れるとなんかしじみのうまみが生姜で消されることに気がついた。やばいなこの気温。眠いの？暑いの？暑くはないと思うんですけどね。ちょ、猫じゃないか分かんないけど。暑いのかな。でもさ、暑いっつっても日向に行くんですよね、なぜか。今は言ってないけど、さっきまで日向、あそこのほら下あるでしょ、あそこの下に行くんですよ。暑くないのかなと思って。サバといえばセブンができたらしい。
でもしじみの味もほんのりすんな。これも太陽光、線が見えるでしょ。これが直接、ソーラーパネルにいると、これ夜になると消えるんですけど、まあ誰か友達が来た時はコンセントに差し替えてつけるみたい。これも今太陽光、ただやっぱすげえ雨とかになっちゃうと消えるけどね。でもよっぽどのことがない限り消えない。曇り、多少の曇りでもついてます電気。昨日あまりの暑さかな、頭痛くないと。熱中症の手前だったのかもしれない。防衛軍から送ってくってきたんですけど、届いた時は壊れてた。見てほら、ここはまあここ最初こっちがなんかこうラッピングされてたんで、それでなんか動かないのかなって、僕も撮ってみたけど、やっぱり最初からなんかすごい斜めってたから、え曲がってんのって思ったぐらい変な感じよ。ほらこう見て分かるように曲がってんすよ、ほらこっちが動いてないもんね、左がほとんど。でこれをこうやると直ったように見えるでしょ、見えるでしょ。でもすでに曲がってる。でこれをこうやるとほらまた不良品ってやつですね、これ。珍しい、あんまり入ってないよこれ。セブンのサバはうまい。ほんと気をつけないとぶっ倒れるかもしんない。沖縄の人間が
歩いてない理由が俺すげえ分かってきた。暑さ対策っていうか、それ結構やんないと、やっぱ太陽の真下自転車でぶっ飛ばしてたらなんかやばそうな感じする。だって水を飲む量が今までとも全然違うもんね。マジちょっと怖い。自分で感じるもんな。この部屋の中で一番涼しい場所は、まあこのリビングの隣にある部屋、そこはエアコンが直で来るからひときわ涼しいんですけど、ここは涼しいんだけど、ビビがここにいるということは涼しさをそこまで求めてないのかな。猫じゃないか分かんないけど、カツオ入りうまい。うん、これこれ自分でも作れるね。カツを入れればいいだけですね。ダブルゴールデンゼリー、ダブル、あ、マンゴーとパイナップルが入ってるがダブルってことか。でこれ毎回食べれるんですよね、ゼリーって。まっ、おいしい。
今マンゴー食ったった。ちょ、もう一回マンゴー行ってみようか。あ、ちょっと待って、ビビゲがある、ここに。まあいいや。うん、ビビゲの味はしなかったけど、マンゴーうまいな。パイナップルいってみようか。これパイナップル、うん、うまいね。昔の人ってさ、昔の人っていうか、もうジャングルとかでさ、にいたこう民族とか、フルーツを取ってこう王様が食べてるイメージある、まあ、勝手なイメージなんですけど、そういう時からこのフルーツのこの甘みと旨味と酸味とね、あったんでしょうね。フルーツって美味しいもんね。あんま食べないけど、こういう風にしかあんま食べない。自分で買って食べるってことは基本ないもん。でもうまいよね、フルーツって。朝食とか、朝食とか、ハワイの時とかね、食べ放題とかそういう時行ってる時に食ってたよ。さあ、お掃除ロボットを動かそっかな。お掃除ロボットを動かす前に、部屋中の部屋中にある部屋中にある猫の爪研ぎがいっぱいある。もうここにもあるし、こっちにもあるし、で、あっちにもまだあるんで、それを全部一旦こう片付けなきゃいけないですね。で、お掃除ロボットに動いてもらおう。今日も皆さん楽しい一日、安全な一日、一分一秒大切に、残り限られた人生を地球のために使ってください。わお、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 わお。オッケー、抜けんな。ブラッシングする？ね、ブラッシングしよっか。行こう。ブラッシングしよっか。うん？ブラッシングするか？行こう。はぁ、お腹いっぱい。お腹いっぱい。熱くない。ちょ、もうちょっとこっちおいで、こっちこっちこっち。うん。うめぇ。まあ、まあ、まあ、みー、みみー、みーちゃん、みーちゃん、みみー、おい、ん？うわっ、すごい毛。ちょっとこれ、これちょっと、お前ブラッシングせ。やってもやっても。ブラッシングをやってもやっても、キリがない。キリがない。おじさん。じゃ、掃除機回すからね。
では暑いぞ今日 39.3 度とかなってるし、やばいね。 39.3 度とかどんだけやん。掃除が始まります。あれなんで始めるの掃除。掃除が始まります。ハハハハ。